僕は高校生の時にすごいバリバリでやつで大スターだ。僕らの人だ。急なミドルバーン倒したもん。そう、仮にして。まあ、ボクシングルールで。じゃあ自己紹介お願いします。元日本東洋太平洋チャンピオン2階級制覇でボクシングやらせてもらいました。3年前に引退して、もう次の目標ないなっていう中で、まあ、ブレイキングダウンすごい盛り上がってるんで、よしもう一穴探したろうと思ってここに今来ました。ホッソンと昔2005年に新庄でやってるんで、その時はまあ自分勝ったんで、今こうやって注目浴びてるんで、もう一回やりたいなって思ってます。僕は高校生の時にすごいバリバリでやってて大スターだった。僕らの世代で木村実ルバーン倒したもん。そう、仮にですけどね、まあボクシングルールでめちゃくちゃ強い。いや一応日本で15連続 KO の日本記録も持たせます。プロで39戦やらせてもらって 33KO、 その中で多分1ラウンド KO が15ぐらいあるんで、ブレイキングダウンに多分一番自分向いてるんじゃないかなと思ってるんで、そういうのを踏まえて今回来させてもらいました。西日本新庄で東日本新庄で勝って MVP 取ってるんですよ。だからまあ因縁はあるんですよ。次の方。1年以上前のことなんですけど、川島選手に5秒で KO 勝ちしてます。さあ始まった。先に右を入れ た, た、ちょっと下がったぞ川島、下がった。ただそこから右を入れた。格闘技素人なんですけど、ブレイキングダウンのコンセプト、1分なら、プロとかプロだった人に勝てるんじゃないかということで、また挑戦しに来ました。お願いします。丸田さん、今からできます。そうです。素人がプロを倒すとこを見たいんで。すごい。今からできます。よし、行きます。お願いします。すごい。勝者が細川さんとでいいですか。あ、いいっすよ。バチバチ打ちはしようや。うん、な。リベンジしたら。ありがとう。うん、久々にな、楽しめたって言ったらあれだけど、高揚感あるなと思って、うん。第二の青春ですよ。中年になって。もうないじゃないですか、なかなかそういうリングとか輝ける場所。その中でホストンと再戦できるっていうのは、まあ、面白いっていうか、ロッキーとアポロみたいになったらいいかなと。お互い中年になってね。